はい、皆さんこんにちは。りなです。たかです。エイキブログです。今日は久しぶりに家に動画を撮ってます。すっごい美味しそうなパンがいろいろ並んであります。パン、なんでこの動画を撮ってるかというと、以前あのソーセージの食べ比べとバウムクーヘンの食べ比べをここで撮りました、うん、でそれはなんで撮ったかというと、まあ、ドイツで有名なもので日本で買って、それはドイツ人から見たらどんな味か、日本人がちゃんとやってるかどうかという動画だったんですけど、そうだね、今日はあのいろいろ考えて、じゃあドイツで何が他に有名なのかなとかで思った時に、あ、パンだと思って、でパンを揃えた。パンを揃えました。ドイツで有名でかつ日本人もある程度認知してるものってやっぱソーセージとバームクーヘンだよね。とビール。あ、ビールね。あ、ビールやってないわ。ビール飲み比べもベロベロになるけどいいかもしれない。皆さんちなみに他にはこれがドイツだよ、うん、これは日本人も作ってるよからそういう動画を作ってくださいみたいなのがあればコメントで教えてください。皆さんのイメージを聞きたいよね。そうだね、まあ、車とかはあるけどさ、それはどうやって食べ比べるの？食べ物で言うと、でもまあドイツパンって、まあ、皆さんイメージないかもしれないけどすごい有名。フランスパンが有名だけどね、日本だとね。フランスパンも有名、そうだね。だけどドイツのパンってめちゃくちゃ美味しいから、はい、日本のパンとドイツのパンを比べてまあどういう感じか。はい、で今日はあのパン屋に行って、うん、でちょっと難しかったけど、うん、あのもちろんザ日本のパンは、あ、こっち？こっち日本チーム？この4つは少なくとも、ね、あのなんかヨーロッパに絶対にないこの4つね。あ、ここ？でもこれ以外はドイツにあったりする、うん、それか、まあ、フランスのものだからドイツにあったりする、これとか。これクロワッサンっぽいね、あのちょっとカリカリしたような。ドイツはこれをスライスして何かを塗るとか、うん、まあ、ここであのハムとチーズ用意したんだけど、うん、あ、ちなみにこれね、これレナ作品、レナが思うドイツパンの代表。そう、私は家でパンを食べるときに、だいたいこれ食べてる、はい、丸ごとのパンを買う、それをスライスする、うん、それを冷凍する、うん、で食べたい時にスライス1枚1枚出してそれをグリルで焼いて、でその上にハムとチーズを乗せて食べます。そう、僕ん家の冷蔵庫の冷凍庫にはパンの冷凍したものがいっぱい入ってます。イエス、いつもあります。じゃあどれから食べに行きます？あ、こっちから食べる。あ、そっちから行く。はい、こうドイツパン風にでちょっと日本に行くって感じ。はいはいはい、まあ、ちょうどいいかもね。こっちデザートっぽいもんね。そう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 。じゃあ早速ここから食べます。今あの結構おしゃべりしたから冷めたかもしれないよ。カリカリパサパサになってるかもしれない。これちなみに何入れてるの？ドイツのライ麦パン、うん、みたいな感じ。ここでにハム乗っけてチーズ乗っけて、うん、いつもの美味しいドイツの味。かた言うと思った。味っこかた。コンクリート味もする。かた端っこ。口の中切れたかもしれない。一個文句があるんだけど、うん、これいつも作ってて、日本のハムとチーズはドイツのハムとチーズ と、うん、とちょっと質が低い感じです。あ、そうなの。ちょっともう一口ちょうだい。これたくさんあるよ。全部あるけどまだお腹減ってますからね。うん、うまいわ。そうだよ、ちょっと塩辛さもハムから来てるのかな、うん、やっぱパン独自がうまい、うんうん、シンプルなパンだけどちゃんと味がしてるパンの。オッケー、じゃあ次のパン、これあのドイツ、これ何パン？あの白パン。ドイツだとあのこういった黒パンがあるし、さっきのでもこういった白パンもある。でこういう白いパンは、まあ、中がふわふわでも外はカリカリ、うん、出た、カチコチパン。カチコチじゃねえぞ、今日今買ったばかりですっごいふわふわだよ。買ったばかりでこんな硬いの？見てふわふわだよ。あ、中ふわふわ、そうそうそう、外カリカリ、たこ焼きみたいだね。だからちょっとここ端っこをそのままで食べて、うん、そう、うん、なんかすっごい文句の顔。硬い。どういうこと？こう噛めば噛むほど甘さがある、うん、でなんか甘いものがちょうど合うから、うん、ドイツ人は甘いものを塗るなら、うん、ジャムが塗るかヌテラを塗ります。うまっ。ヌテラってちなみに皆さん食べたことあります？チョコレート。食べたことない人は食べてください。ドイツの、ドイツ？ドイツじゃない、イタリアだと思う。イタリア？よくホテルとか行くと朝ごはんのさ、
よくじゃないよ。置いてあるよね。本当にめちゃめちゃいい高級なホテルならあるって感じ。あ、そうそう。こんな感じで。ヌテラ。皆さんぜひこれ。白いパンにヌテラを。これチョコレートとね、ナッツ。そう。ね、めっちゃ美味しいんだよねこれ。ちなみに。ドイツの味。うん、ちなみにレナね、これね、スプーンですくってこのまま食べてる時あるからね。あります。やばい女です。うん、よこせ。うん、うん、めちゃめちゃ合うね。うん、うん、で、コーヒー一緒に飲むのがいい。うん、最高。この白パンが本当にめちゃめちゃ質がいい。うん、外がカリカリ、中がふわふわ。これは本当にドイツに売ってても誰も文句言わないと思う。うん、ちょっと顎が疲れてきたね。まだ2個しか食べてないよ。なんか1日の噛む量を今使った気がする。なぜか。めっちゃ噛むやん、ドイツの噛む。そうだよ。日本の食べ物全部柔らかすぎるよ。うん、柔らかい。逆にドイツの食べ物全部硬いんちゃう？お肉も硬いでしょ？だからみんな ここがすごい筋肉ついてるかもしれないよ。ここね、日本人ここがだから細いかもね。ドイツ人ここがこうなるかもしれない。OK、じゃあ次に行きます。これ。食パンやん。食パン。食パン日本。これ日本。こっちこっちこっち。日本日本。ちょっと貸して。返して。食パン日本。なんで買ったかっていうと、もちろん食パン日本だよ。うん、でもドイツにも普通にトーストあるよ。一緒だよ。うん。ただ大きな違いがこれですよね。この分厚さ。日本の食パンがめちゃめちゃ分厚い。そう。ドイツの食パンがこれの、これが2つのスライスかな。ドイツの食パンって細い。だからすっごい薄いよね。うん、薄い。1センチもないぐらい。俺のイメージドイツの食パン薄くて、でそれをカリカリに焼いて、もう本当にクリスピーな感じのカリカリにして、その上になんかピクルスとかハムとかチーズとか乗っけて、こうサクって食べる感じ、ね、そうでラスクみたいになってる。ラスクみ、あー、食感はね、イエス、ね、そう。で日本はもっとふわふわで食べるじゃん。でこれもなんかヌテラで食べることとかも普通にあるし、うん、ジャムとかでもいいし。半分に切ったかじゃない？1個食べたら2人お腹いっぱいになっちゃうよ。ナイフこれで切るぐらいじゃん。汚いでしょ。じゃあもうかぶりつこうか。これはだからレナのところで言うと日本パンだよね。分厚いからね。あと甘い。え？あ、そうなの？わかんないけどなんか甘く感じる。これも白いパンでしょ？これと比べるとなんかより甘く感じる。本当だ。でなんかこれすごいふわふわでしょ？うん、甘っ。これはどっちかというのかもっとギュッとした。甘いわね。うん、なんで砂糖入ってないよね。なんだろう、甘い。そんな食べたら、うん、日本のパンは柔らかい。柔らかいか。そういうこと。噛まなくていいもん。だって日本のさ食レポとかでもよく言うじゃん。うわ柔らかくて美味しいねって言うじゃん。あれまさにさ日本の文化というか日本のさ特徴を表してるよね。これが硬くてこう美味しいなっていう。柔らかいのが美味しいっていうさ、この価値観じゃん。ドイツでもあるのかな。あるか、お肉食べてさ柔らかくて美味しいねとか言うよね、多分ね。こう口どけがいいねみたいな。のかな。日本独特かもしれない。柔らかいで美味しいっていうイメージ。なんか、いや、柔らかいで美味しいだけじゃなくて、その日本はどっちかというと食感が全てだよね。食感の違いとか面白いもんね。プチプチとかトゥルトゥルとかっていうゼリー。トゥルトゥル。ゼリーとかトゥルトゥルしてる。トゥルトゥルという食感。これは？はい、これはもう完全にドイツにもあるようなパンです。これは教えて。何？フランスパンみたいな形だね。何？フランスパンみたいな形？あ、こっちがフランスパンか。バケット。これはソーセージじゃん。形見て。プレッツェルじゃないの？プレッツェルだ。これプレッツェルは違うよ。プレッツェルはこういう形だよ。まあ形じゃないよ。でもプレッツェルの生地だよ。これドイツのお店で買ったんだけど、あのプレッツェルもそこに売ってて、でももう売り切れてた。プレッツェルの形のプレッツェル。残念。何が足りない？塩だよね。うん、あの角塩というの、あのでかい塩がこうポツ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 ってついてるのが本場のプレッツェル。でこれを、これはどうやって食べるの？バターが入ってる。本当だ、バター入ってる中に。ドイツ人はプレッツェルどうやって食べるの？普通のプレッツェルだったらもう半分に切ってこうスライスして、はい、でそこにバターを塗る。うーん。であのドイツの
バターは塩が入ってないから。うまっ。あ、そう。ドイツのプレッツェル覚えてる？もうちょっと硬い。もうちょっと硬い。だドイツのプレッツェルはあのプレッツェルで完成してるから、あのドイツの本場のプレッツェルを焼いてるパン屋さんがあったらぜひコメント欄で教えてほしい。ぜひ食べに行きたい、うんうん、なかなかない。名古屋でもいろんなドイツのパン屋さんあるけど、うん、なかなかない。まあ中にはあるけどね、ちゃんとしたプレッツェル焼いてるところ、うん、ある。うまこれ。なんか全部物足りない、うん。じゃあ次買ったやつが、これうまそうだね。これはもうサンドイッチになってる形で、普通にドイツのパン屋さんでもこういった形のもの売ってたりするでしょ。何が違う？ドイツと。バジルが乗ってない。そう、あのちょっと緑のが足りない。バジルじゃないけど、こう、まあ、俺ドイツ人になってきたかもしれない。サラダとかトマトとかも一緒に乗ってたりするでしょ、うん、あとは小さくないですか？あ、これ切ったね。そんなこれで売ってた。これで売ってた。これはちっちゃいね。ドイツは基本的には これぐらいのやつをレナが切ったかと思った。いや、スパスパッと、うんうん。ドイツは基本的にはこれの3倍ぐらいのサイズで売ってる。でかいからね。もう体もでかいからね。これ白パン、いわゆる。バゲットじゃない？これと似てる？似てる。似てる。ほら、硬い、硬い。これまた硬いよ。で、ハムとチーズ。硬いやつ。カチコチ。うん、ほら、カチコチ。うわぁ、落ちた。うん、これちゃんとしたチーズ、あ、美味しいね。本当だ、チーズうまっ、うん、パンも思ったほど硬くない。よかったね。これドイツパン、うん、でもこれ見たらフランスパンっていう人多いかもね、うん、イメージ的に。まあでもドイツにもフランスにも同じようなこういった白パンが作ってるよっていう。あ、美味しいわ。もう顎が疲れてきたけど。でもだんだん柔らかくなるから、もうこれからはもう柔らかいのしかないと思う。ちょうど柔らかくなってきて、次のパン、これも甘くない。で、これは買った理由は、これ何？くるみパン？くるみパン。おお。あの、ドイツにこうナッツとかシードとかいろいろ入ってるパンがたくさんあるけど、うん、くるみパン、うん、あんまりない。あ、ないの？日本はいっぱいあるよ、くるみパン。ね、くるみパン、小学校の時から食べてる。ね、くるみパン。のこれもカチコチだね。これさ、地面にバーンとかさ、バウンってきそうだよね。ボールみたいにバウンってきそうだよね。見て、こんなふわふわだよ。あ、もちもちふわふわ、もちもちふわふわだよ。くるみ入ってるわ、ちゃんと中にいっぱい入ってる、くるみ。うん、うん、うまくるみ甘、うん、ね、パンの甘み、くるみの甘み、くるみの甘み。これも食べよう。これ何？パンオショコラ。これお菓子だね。お菓子パン。お菓子パン。普通にドイツでも売ってるし、まあ普通に日本のいろんなパン屋さんでも売ってるし、フランスのパン屋でも売ってるし、うん、どこでも売ってる感じ。そう、うん。おい、チョコ出てきてない。残念。もう一口食べるよ。こっちにチョコあるよ。ここにチョコの色って出てるもん。どこにチョコの色ついてるの？うん。うん。くんな。うわ、めっちゃチョコの香りする。あ、でも、え？でしょ？で、チョコは意外と少ない。でもうまいわ。もちろん。日本に帰ってきたって感じする。日本に海外旅行今まで行ってたじゃん。そういうこと？海外旅行行って日本に帰ってきた感じする。これからはこう日本のエリアに入るんだけど、うん、この日本のものの中でタカが一番好きなのがどれ？これ。これは日本じゃないよ。これめっちゃうまそうじゃない？これは日本じゃないよ。この丸い4つのやつ。これメロンパンかな。私もメロンパン。メロンパンね。もうメロンパン大好き。カレーパンもいいけどね。カレーパンいく？なかなか買わないよ、私カレーパン。なんでもっとカレーパンを食べないか分かんない。おいしい。カレーパンを発明した日本人の天才だよ。自分も落としてるよっていうことだよ。真ん中に寄せとかないやつだ。こう手つけた時につくじゃん。で、これだよ、こうだよ。はい、タカが全部の汚したことにする。おい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 、今転がってたぞ。転がってたぞ、カケラが。おお、やめろやめろやめろ。こう当たったら、いろいろ飛ぶよ、この辺に。こうやるか、こうやるか、こうやったら全部飛びますよ、社長。この後掃除します。はい、じゃあ私の好きなメロンパン。メロンペン。これも日本人が発明したものでしょ。うん、ふわふわ甘くて甘そうやね。
うん、うまい、うん、でもなんか最近食べたメロンパンの中でこれがちょっとそこまでもうちょっとカリカリでもいいかも ね。あとメロンの風味ももっと強くてもいいかも。たかメロンパンにメロンの風味がついてると思ってるの？え、どうぞ。メロンの形になってるからこうカットしてあるからメロンパンだよ。メロンの味がついてるわけないよ。え、なんかさ、このさ夕張メロンのさちょっと赤っぽいやつもあるじゃん、メロンパンで。それめっちゃメロンの香りしない？夕張メロンの。あれ、そうなの？じゃあ俺が発明しようか。リアルメロンパンっていう。どうぞ中身も見た目もメロン。はい、次においはい、次に行きます。あんドーナツ、これはなんで買ったかというと、うん、ドイツにこういうパンがあるからです。ダンキンドーナツとかじゃない？ドーナツ屋さんのパン。ドイツにこっちにジャムとかが入ってるやつが売ってる、うん、まあホイップクリームとかも入ってるやつあるしね。なんか本当にドイツのやつと全く同じ味はする。あ、そうなの？うん、あんこ以外食べていいよ。もうお腹いっぱいになったちょっと甘いのきつくなってきたレナみたいにモンスターじゃないから俺。うん、うん、食べて、うん、もういい。いや、いいよ、小さい一口食レポにならないよ、食べないと。レナが食べたから十分じゃないの？の、うん、あ、でも思ったより甘くない。そう、うん、結構甘いよ。なんか砂糖がついてて、オグラも入ってて。な、海外のパンの甘いパンとは全然違うそれはそうかもしれない。健康的な甘さを感じるあ、あと何残ってる？この2つ。あ、これとで最後この、これが一番うまそうやね、これ。うん、まずは普通のあんパンです。ほんとだ、あんこ入ってる。これ一緒のあんこじゃない？これと中に一緒のあんこが入ってるけど外が違うだけ。うん、外が私はちょっと好きじゃない。なんで？つまんない。そうだね、こっちのあんドーナツの方が美味しいねまあなんかこれ昔ながらのもので、うん、多分で、あんドーナツはもうちょっとなんか今っぽい。あ、でもあんこはうまいわ。まああんこは美味しいよね、うん、はい、じゃあ最後これは、これなんて名前なの？アーモンドプレッツェルって書いてあった、うんうん、プレッツェルはこの形ですよ。あ、そうそう、この形で、もうないけどこの、さっきこう食べてたこの生地。はい、で、買った理由は、まあ、めっちゃ美味しそうだから。あとはプレッツェルの形だから。これ絶対サクサクで、うわ気ぃつけよ気ぃつけよってあとで掃除すればいいよ。そう、掃除、ルンバに掃除させなきゃいけない。うん、ちなみにルンバの名前とかにしてるから。うん、うん、ふん、うん、うまっ。何これ、今から全部食べるってこと？でも日本の菓子パンってザこんな感じだよね。の、え、これは日本の菓子パンじゃないと思うよ。これはフランスの菓子パンだと思う。フランス行ったらパン屋さんにこういうのいっぱいあるのかな。うん、ふん、フランス移住する？うん、ふん。じゃあ結論から言うと、ドイツパンも美味しいし、うん、日本のパンも美味しいだけど、うん、勝つのがフランスパン。うん、フランスパンやっぱりみんなのイメージ通りだね。フランスパンが一番うまいわ。うん、だよね。やっぱ加点ね、フランスにはね。うん、加点。クロワッサンもフランスだからね。そう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 。で、あの長いフランスパンのパケットもそうじゃない？うん、うん、これ、これもフランスパンでしょ。そう。フランスダントツやん。もう、ね、でドイツパンもうまいよ。うん、特にこれとか、うん。このくるみパンもうまいしね。うん、で日本はもうパンって感じじゃなくてお菓子だね。お菓子パン。ドーナツって感じ。だから食事としてパン食べるならドイツパンがうまいね。で逆に食後に食べるおやつで考えると日本のパンがうまい、うん、ふん。でトータル全ジャンル優勝はフランス、うん、どっちもうまい、うん、ふん。やっぱこのさっぱりしたやつが、これ最後は口直しに何はい、ということでこの動画はここで終わりにします。ちなみに皆さんの一番好きなパンは教えてください。パン屋さん行ったらで、ね、何パン買いますか？はい、ぜひコメント欄で。この動画楽しかったならぜひいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でも会いましょう。バイバーイ、バイバーイ。